え、じゃあもうそれなら丸々人間と同じ脳が AI になったらもううちら勝ち目なくないですか？いやだからそこをそういうふうに考えるのがなんでかが俺は逆に分かんないんだけど例えばさ、まあ、最近よく飛脚の話をするんですよ、はい、江戸時代には飛脚という人たちが文章とか物を高速で運んでたんですけど、はい、鉄道とか自動車が明治時代になって出てきて、まあ勝てないわけじゃないですか絶対。で飛脚は必ずそういうわけです。俺たちの仕事がなくなるじゃないか、どうしてくれるんだみたいなことを言うわけですよ、神谷さんみたいに。だけど逆立ちしたって勝てるわけないんだから、さっさと鉄道とか自動車調達して運送会社作りゃいいんだよねっていう。運送そのものがなくなるわけじゃないので、運送は自分の足で運ぶってことがなくなるだけであって、で自分が足が速いことがまあサンクコストみたいになっちゃってて、うん、俺は足が速かったのにどうしてくれんだみたいな。だからあなたが今言ったのは、人間と頭いいのに人間より頭いいやつ出てきたら人間いらないじゃないかっていうのと同じなんですよ、うん、でもそうじゃなくて、これは俺たちの能力をブーストさせるなんか魔法の、あの道具だと思ったら、おすごいいいことが起こるよねっていう。だからこれ僕チャンスだなと思って、足が遅いやつでも運送会社できるようになったわけですよ、鉄道とか自動車の発明によってね、うん、いや同じでこれバカなやつが頭良くなれるんですよ多分、うん、あーそうですね、頭が悪かったやつにはチャンスなんですよこれ、うん、入学試験とか例えば司法試験とかそういったものってこの生成 AI 使ったら合格できるんですよ、もうそれぐらいのレベルになってるんですよ、うん、ってことは何かの形でそれをもう接続しとけば誰だって合格できるわけですよ、うん、でそれはチートだとかっていうやついるんだけど、うん、何がチートだよと、うん、だって同じ能力を AI を援用することによってできるようになるわけだから、これは自分の身体拡張と一緒ですよ、うん、その目が悪い人が眼鏡かけてそうと何が違うんですかみたいな、うん、そうそういうことですよ。でもなんかもう行き先なくなっちゃうって感じしちゃいますいやもうなんかマトリックスみたいな。あマトリックスですよ、だからマトリックスですよ。だからある人にとっては AI との自分の融合が自分成分は 3% ぐらいしかない人とか当然出てきますよね。だけどじゃあ前にいる人が本当に AI の援用なしに喋ってんですかっていうことが分からなくなりますよね。だって例えばスマートイヤホンここに入れといてリアルタイムで喋る言葉を教えてくれりゃいいわけだから、神谷さんにこういうふうに言われたらこういうふうに返すみたいな。え、てかもうそんな AI って進んでるんですか？いやいやこれはまだできてないけれども、今あってもおかしくないぐらいのデバイスですよね、うん、それはイーロン・マスクがニューラリンクって会社やってて、はい、思っただけでカーソル動かせたり入力できたりできるようになってんですよね、うん、思っただけで。そうそうそう、脳に差し込むんですけど。脳に差し込むんですかそれをちゃんと人でも実験し始めてて、うん、僕ねそこに対してちょっとニューラリンク必要ないかな説なんですよ、うん、っていうのは人間ってこれもよく言った話なんですけど、自動車運転する時って最初自動車運転教習所で習う時ってめちゃくちゃ意識しながら動かしてるじゃないですか、うん、だけど慣れてきたらほぼ無意識に自動車を自分の体のように認識せずに動かしてると思うんですよ、うん、でこれって接続されてないけどワイヤードされてないけど自分の体の一部として認めているっていうのがあって、これが人間の脳の柔軟性なのかなと思っていて、って考えるとワイヤードである必要ないんじゃないか説、うん、そうだと思いますし、最初は意識して練習しないといけないんだけども、うん、だんだん無意識になって、まあ、小脳にある種こう、転写されてそこで自動運転できるようになってくるみたいになりますし、だからそのなんか脳の仕組みがなんかその無意識に拡張されてる部分っていうのはあるのかなと思ってて、例えばその何かのコントロールにしても感覚器を非侵襲的に、例えば触覚なんかを利用して何かをコントロールするとかっていうのも全然あるし、まあ逆に触覚を通じて何かのインプットをするみたいなこともあるのかなっていう。普通にそれだけ考えるとその方がやりやすいと思うんですけど、多分脳に直接アクセスできた方が多分できることも結構あるんですよ。そういうとことかも狙ってんじゃないかと思うんですよね。とにかくさっきの話のコアは何かというと、分からない、うん、AI と人間のその区別というか、この神谷さんは AI
純粋 100% オーガニックなのかそうじゃないのかみたいな、うん、そんな感じの議論になると思うんですよ、うん、だけどお前らメガネもしてるし整形もしてるし服着てるしみたいな、それはそうだけどいろいろチートしてんじゃんみたいな、すでに人間ってもういろいろチートしてんだけど移動に車とか飛行機使ってんじゃんとか、うん、確かに。でそういうふうなことを考えたら別にその AI 成分が混じってたからといって、うん、何が悪いんだいっていう、だから逆にその頭を悪い人たちにとってはすごい福音になるんじゃないかなと思います、うんうん、だって何喋っていいか分かんないんだもん、うん、だからあのツイッターでクソリップを飛ばしてくる人たちってなんでこんなことしてんのかなって最初分かんなかったんだけど、構ってほしいんだよ。でも構ってほしいためには気の利いたやり取りをしなきゃいけないんだけど、気の利いたやり取りが思いつかないからとりあえず悪口言っちゃうんですよ、うん、でとりあえず悪口っていうのは絶対気にされるんでだからクソリップができるんだなと思ったらこれ幸せになりますよ。あのグロックっていうのがあの X にも、はい、それなりの AI が入ってんだけど、うん、あいつアシスタントになってくれたらいいなと思って、クソリップ飛ばす前にグロック使おうみたいな、ね、でもたまに今ありますよね、リップで僕のツイートを勝手に解析してなんか気の利いたというか、別に僕からすると気は利いてないんだけど毒にも薬にもならないような、うんうん、あのリプを飛ばしてくる人いますよ、うん、それは AI を使ってなんですか？ AI を使って、もう明らかに AI を使ってるとしか思えないような、うん、丁寧な、うん、毒にも薬もならないようなリプを飛ばしてくる人いますよね、うん、だからそこもうちょっと工夫してちょっとウィットに飛んだリプをっていうようななんかプロンプト投げると、うん、多分そういうのが返ってくる、うん、でそれ多分 X とかはオートマチックにやろうとしてるんじゃないかなと思います、うん、グロック使うみたいな、じゃあ もっとバズりやすくなりますね。いや発信側も明らかに X は最近レコメンデーション機能で戦いを煽るようなコメントを勝手に表示させてますよ、うん、タイムライン、うん、ね、あのアップルも次の iPhone で生成 AI をこう搭載しようっていうような動きもあると思うんですけど、これ松尾さん何かこれも大きな転換点になったりするもんですか？アップルはあの他と違って、まあ、自社で開発するっていうか、はい、あのうまく使いますよね、うん、なのでそのまあアップルはアップルなりの戦略があってっていうこと、2つフェーズがあって、はい、生成 AI って学習フェーズと推論フェーズってあって、まあ、学習って今の NVIDIA の GPU とかをもう大量に使ってたくさんのパラメータを処理させるみたいなことをやっていて、でそれをオープンにするかクローズドでやるのかみたいな、もう大きく分けるとそういう戦いがあって、でオープンなものはさらにそこにカスタマイズを施して、うん、よりその自分たちが使いやすい AI のアドオンみたいなものをさらに学習させてそれを使いますよと。で、Apple ってやっぱりある意味エッジコンピューティング的なところがあるので、そこのその推論フェーズに特化したなんかそういうベンチャーも出てきてるんですよね。そういうベンチャーが作ったその専用のチップ、うん、NPU っていうのかな、 NPU みたいなものをみんな作っていく、うんうん、でそういうのを、まあ、Apple とかも作って搭載するのか、うんまあ、どうなるのかっていうのが、うん、なかなか、あとはそのプラットフォームのそのライブラリー競争みたいなのがあるんですよね。 CUDA っていうその NVIDIA のなんかライブラリーがあるんですよ、その GPU を使うための。でそれが業界標準になっちゃったんですよね、うん、でもそれたまたまなんですよね。いや、たまたまっていうか、まあ相当前からもう15年ぐらい前からもうコミュニティを育ててるんですよ。そうですよね。で、あのすごいデベロッパーにまあいろんな支援をしたりとかやって、みんな それで育って、みんなそれでできるようになってるのでっていう、まあそれの長年の蓄積ですね。でもうそれがデファクトになって、そうそうそう、もうみんなそこの上にいろんなライブラリーを構築してるんで、それ使わないと面倒くさくてできないみたいな。だなんかその辺もアップルはチップを要設計してるメーカーでもあるので、うん、これやっぱりアップルとオープン AI が組んだらこう世界に結構大きな影響が出たりするもんですかね。今報道結構加熱してますけど、ね、そうですけど、うん、まずオープン AI って基本的にマイクロソフトと、ね、ですよね、はい、仲がいいはずなんで、はい、あれどういうことなのみたいな、うん、だから分かんないけど、うん、マイクロソフトオープン AI 連合が AI のソフトウェア部分をアップルに対してライセンスするみたいな感じ、ビジネス的にはそうなるんじゃないですか。そうですよね。逆に Google なんかはその検索も含めてそこから外されるかもみたいな、そのあたりのですね、このそれぞれの思惑が、
面白いですよね。そうだからなんかそのマイクロソフトはコーパイロット PC っていうのを作って、うん、ありますね、そういうものと同じようなあの環境を、まあ、iPhone でも作り出すみたいな、まあ、そういうところの競争になってくるのかな、でもどちらにしてもかなり知能の中央値ぐらいは超えてんじゃねえかって話もあるんで、あのみんななんか頭のいい人たちだけで議論してるとまだちょっと足りないよねあいつらって言ってんだけど頭悪い人たちいっぱいいるんで、その人たちと人工知能を今のね AI をその対話させたら普通に対話できると思いますけどね。あのもうだから人間と区別つかないと思うんだよね。僕たち意味のある会話をしてるように見えて、そうそう、ほとんどの時間意味のある会話してないですからね。確かに創造性とは何かとか言ってね、はい、別にそんなみんな創造的なこともしてないです。してないです。大体どっかで見聞きしたことをなんか忘れちゃってて、それをたまたま思い出して喋ってるだけなんです。ほとんどの場合。そうですよね。え、じゃあもう AI と何も変わんないってことなんですか。そうですよ。だからあれは例えばその生成 AI っていうのは穴埋め問題を解かせてるみたいな感じなんですけど、俺だからそれエライザのあの社長の何君でしたっけ、曽根岡君。そう、彼に何年か前にレクチャーを受けて、その時はまだそのチャットっていうアプリケーションが出てきてなかったんで、はい、まあすごいなと思ったんだけど、実際にチャットっていうアプリケーション見たら結構衝撃を受けますよね。あ、つまり技術的にはできてたんだけど、チャットにしたのがオープン AI の発明で、チャットにしたらおちゃんと人間みたいにレス返すじゃん、こいつらっていう。確かに確かに。でもそれの逆は結局なんていうか、言葉にしてチャットにしないと多くの人は使えなかったっていうことだし、そうそうそう、やっぱり人にとってなんかキーボードとかいろいろあるけど、言葉での会話っていうのが一番やりやすいんですよね。だから一番最初のキラーアプリケーションですよ、だから例えばインターネットにとっても電子メールみたいなもんかもしれないです、チャットは。確かにこのチャット GPT でこう入力っていうのがこうチャット型で始まってから、こう大学生の間でもバーって広がったイメージがあります。そうそうそう、いやそうなんです。 GPT-4O にしたのはおそらくそういう狙いがあって、よりその自然な自然言語での対話、言葉での対話っていうものの方がより親和性が高いというか、だからこれが本当に人間と同じぐらいのレスポンススピードで、あの喋るようになるとかなりそれに近くなりますよね。久美さんはレポート書くのとか使ってました？はい、レポート書くのそれが私結構使っててこうレポートをこう読み込ませたりするじゃないですか。授業資料とかを読み込ませて、私はこういうレポートを書きたいです、アジェンダを作ってくださいって言ってアジェンダだけ作らせて、レポートは自分で書いてます。あ、自分で書いてるんですね。自分で書いてます。あ、そうですか。あ、それは偉いですね。もう区別つかなくなるってなると、もうレポートとか書かせちゃっても教授側にバレないってことなんですか？バレないかもしれないし、まあ、先生の側はそれをどう考えるのかっていうのが、ね、大変ですよね。それを OK にするのか、それはなんとか見破って点数低くしようとするのかとか、なんか結構、ね、大変ですね。見破る技術とかって実際どれぐらい使われてるんですか？あるんですけど、結局いたちごっこになるから、まあ、難しい。それをやることに意味があるのかっていう、だから結局どういうふうに教育を施していくのかっていうだけの話なんだと思うんですよ。そのレポートを書くことにどれだけ意味があるのかみたいな話もあるし、何のためにレポート書いてるんですかっていう、要は自分の研究成果を分かりやすく人に伝えるために作ってるんであれば、それは AI が作ろうが自分で作ろうがあんまり関係ないのかなっていう。だから今みんなパソコンで文字書いてると思いますけど、昔は鉛筆で書いてたわけだから、今鉛筆で書けなんてもうあんまり、まあ、大学レベルになる、まあ、高校とか中学とか鉛筆で書けって言ってるのかもしれないですけど、昔僕そろばん使わされてましたけど、僕らの世代まだそろばんが残ってて、小学校で自費でそろばん買って行かなきゃいけないんですよ。そろばんとか触ったことないですよ、僕らの頃は。でも指を動かしたら頭が良くなるとか言われてたんだから、もうなんかいい加減な話だよね。本当意味ねえなと。計算機あったんだから当時から、卓上計算機は当時からあったし、そんな別に高いものでもなかったのに、そろばんをやらせるって、まあ、みたいな話で一緒ですよ。だからレポートを書くっていうのも多分人工知能にやらせて何が悪いんだって話になると思いますよ、多分。